わないね、それは。ああいう走り方してんの、そりゃ封鎖するでしょ。そこだけちょっとひどかったよ、さすがに。だからそれがあれで、あの足の子のあそこも封鎖してるじゃん、スカイライン。置いた方がいいかな、特別区間を走れるけど、そういうことでしょ。逆になんか疑っちゃうよね、自分を。あ、昨日貸し切りだったのかなって。そうそう、貸し切りってないし、やらないよ、そんな感じで。やるんだったら、多分大々的でイベントみたいになるから、あんなしょぼい人数じゃない。てか、そもそも入れないよ、多分そうしないと、そういう事故が起きるから、入れないようにしなきゃいけないとか、いろいろあるだろうから、まあ、ありえない。あの、なんだっけ、MF ゴーストみたいに、ちゃんと大々的にやるよ。さすがに20代以上いたら、なんかそういうのやってんのかなとか思っちゃうけどな、たかだか3、4台だとか、あの、なんか悪いけど、そういうところには金使わなさそうなやつありますから、車のせいで金ないとか言って、そんな顔にしてくれるかなって。やってたらもうマジで。顔向けとあれだってね、ランワンの前々やってる系の顔になってる。ああいう系だった。顔なんか。払いかな。
イリングフロー、うん、あのハンキャップのやつ買おうか迷ってるのがいいかな。やっぱりいいよ、グリップ効いてて。滑んないって危なくなければ運転ちゃう。危ないどころかむしろ安全になります。値段も高くなきゃいけない。2000円でもなんか安くしてくれるとかだったらいいでしょ。誕生日なんで安くします。気分がいいね。誕生日いい子だったんでしょ、きっと。今年の誕生日は良かったんじゃない。おめでとうって。それで安くしてたら誕生日だったんですか、おめでとうございますって入れときゃいいんじゃない。あーテンション上がるぜ。ちょっと帰りは無理かもしれない。何が？うん？足の子。ああ。いや全然でも。あの仙石原でもいいね。二度寝してしまった。いやいやそういうのは全然いい。もう4時に目覚ましかけたつもりだったけどどうも止めて寝てしまったらしい。俺だって昨日寝たの3時だし。雪降ってるから曇らない気がする。淡い考えかな。今日雪積もった。